そう、ケンちゃん亡くなったの。ヒーズ？風呂場で石鹸踏んだばっかり。まあ、人間数先は闇ね。でも花ちゃん困ってるならどうしてうちに帰ってこなかったの？あの頃は本当に楽しかった。海子の酒場でたくさん飲んだから、古い思い出は燃やけてきたらしい。私は恋人に捨てられてしまったの。人がこの私をふらつきと言うから、ロックンデラシー、インターネット、ロックンデラシー、オーウィフズロックなんてひどい、オーウィフズロックなクソはいいけど、ジジイは許さないわよ。帰れるわけないじゃない、あんな迷惑かけて。いいのよ、お金で解決できることだもの。あなたが無事でいてくれたのが何よりよ。やめてよ、あんたの泣き顔怖いんだから。